りょうと虫眼鏡になってばよ。皆さんご存知の通り、私たち東海オンエアの中にはガハジがおります。はい、こちらの方でございます。違う違う違う、 LINE スタンプ発売しております。 LINE スタンプ発売しております。はい、下の下に書いてありますので買ってください。こいつらに遊ばれてるだけです。人の心を掴む才能が絵にあるってことなんですよ。今回そのパワーをね、より世の中に知らしめたいってことで。しかし、人の心を掴む絵と人に何かを伝える絵っていうのはまた別物なわけです。今ちょっと入り間違えたから方向転換したよ。おーい、なんでいいわ、カットする話は。なかったことにしたやん。正確に曲がったもんね。僕は人に物を伝えるタイプの絵だと思うんですよ。はい。で、亮は、なんやそれっていう、まあ、インパクト重視の絵だと思ってて、今回はね、伝える方の力を、まあ、養っていこうということで、亮に5分間かけて何かの絵を描いてもらいます。うん、で、僕は同じテーマで30秒で絵を描きます。うん、その2人が描いた絵をそれぞれね、自分のパートナーに見てもらって、ちゃんと伝えれるかどうか、それを試して、伝わったら1ポイント。自分のパートナーとお互い彼女を持ち合っていくとですか。バカ、そんなこと言ったら3年後なんだろ、この方が。30秒って相当少ないぞ。いや、マジで少ないぞ。マジで、マジで、量の5分の絵はもう知れてるけど、こっちの30秒はちょっと気になるわ。今回は、まあ、キャラクター的なね、有名人のものにしました。著作権的に絵がね、元絵が出せないかもしれないんで、知らなかったら自分で調べてください。はい、じゃあ1番から9番選んだ中から1個選んでください。4番。では、お二人、服部平次を描いてください。うわー、マジか。じゃあ行きます。はい、よーい、どん。5、4、やばすぎ。3、2、1、終わり。あバカむずい。じゃあ、あとは待ちましょう。マジですね。皆さん、これめっちゃいいんじゃない。おー、いいじゃん。すごいな、って7500円の時計買って100万円のやついらないってくれたの。いらないとは言えない。借りパクされてんの今。とりあえず今2分半経ちました。めっちゃたっぷりだな、本当に。9、やばい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 。7、6、5、4、3、2、1、終了。終わりでーす。マジか。お互いのパートナーが来ました。はい、はい、今からそれぞれ自分の絵を見せて何かを答えていただきましょう。せーの。へっへっ。としみつの顔がすごいんだけど。5分かけたんだよ、お前。5分でしょ。5分だよ。5秒じゃなくて。違う違うよ。いや、これはね、汲み取ることが大事だ。ちょっと汲み取ってくれ。これはじゃあお二人、せーので言っていただきますか。せーの。サトシ。サトシさんの、すごい。じゃあ、ムスさん、正解発表お願いします。正解は、服部平次でした。いや、これかー。キャップ書いてほしかったな、とか。キャップだっけ。あと、色黒にしてほしかった。そのライン、ちょっとお互い見てみましょう。はい。じゃあ、まず僕のやつから。うん。こちらです。むずい。いや、むずい、これ。むずい、これはひどい。これはやばいな。最初見たときも、ドラマ用の2人を合体させたやつ。確かに。じゃあ、両のやつ見せてください。はい。僕の絵、こちらです。誰でもねえじゃん。ちょっと待ってよ。わかるよ。頭ちょっとなんかコナンのキャラっぽいやん。どこに5分かけたこれ。これ相当難関だな。じゃあ、お二人どっか行ってください。はい。ただ、じゃあ第2問。はい。4番以外どうぞ。7。7番、これはかなわと思います。じゃあ、お二人、解決ゾロリを書いてください。はー、解決ゾロリ行きましょう。はい、よーい、どん。2、1、終わり。うん、まあ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 。俺が考える絵の曲はただ量の絵が見たいだけなんだよ。いや、楽しみだな。5分をどう使ってくるんだろうっていうのはもうね、たまらないんだよね。4、あーちょっと待って、はい、2、1、終了。終わり。一回お互いのやつ見てみます。まあ、今回ちょっと気になります、ね、先に見てみますか。僕の絵からいきますよ。はい、こちら。これうまいよね。うまい。マントがってくる。なんで？なんで？今回は割と分かればすぐ分かるから。見せます。見せます。はい。せーの。キャッチ。あ、わかったわかった。はい。はい。では発表してください。いきますよ。せーの。解決ゾロリ。おお。素晴らしい。そういけなんか。じゃあお二人はまたどうぞ。さすがとしみつだな。では47以外で2番ジバニャン。でもね、30秒と5分の一番大きい差はね、書き直せるかどうかなんだよ。そう。俺一回もこれ触ってない。いや、ここはね、ちょっと差をつけたいところだな。では、よーい、どん。もうそれが書ければ絶対大丈夫でしょ、じゃあ。あー、怖いよこれ。ちょっと怪しくなってきたよ。触るかな、これ。あ、ごめん、ね、スイッチ終わり。あー、終わった。うわー。
ちょっとまずいな。見ちゃダメだってば。にゃんこ大戦争みたいについたんだもんな。終了。さあ一回見てみましょうか。はい、僕の字がにゃんこ、じゃこれで分かるのか、これ分かんないか、これはさすがに分からんかったら分かんない、終わりかなと思って。俺分からんと思うな、それ。リオ君のどれですか？はい、僕の、こちらです。これはやばい、これは絶対に分からないです。にゃんちゅうとか言われてるんですよ。あー、あとなんかサイボーグクロちゃんとか。あー、首からしたもの交差点みたいになってる。いきますよ、はい、せーの。分かった、絞った。俺分かった。おい、早い。すごいな、どうせ。じゃあ、せーのでいきますか。はい、せーの。ジマニャン。わー、なんで赤んの？友達でーす。これはすごい。サイボーグクロちゃんじゃん。なんで赤んの？妖怪っぽかったじゃん。ちょっとなんか魚の目だったから、妖怪っぽさ出したかったのかなってことで、やっぱり。これ分かんない。これも写真率よ、すごい。いや、初めて。読解力やばいですよ。読解力大事だね。よっしゃー。勝てると思ったんだけど。いや、でもこれだから分かんない、俺。俺それなんかドラクエのキャラかなって思っちゃった。俺はむずいんだって。なんかお前ら相性よ。なんで芝居笑ったの？いや、尻尾二つだし、エルドロンのここのデコだし、感じもね。あー、俺多分知りすぎてる。俺多分最小限で欲しくじゃないから、それが多分こう。ちょうどいいのか。そうなんだ。逆にね。何それ、何それ。じゃあ、どっか行ってください。いやー、意外といい感じですね。よし、負けんぞ。3は、これは難しいです。おう、ブルーアイスホワイトドラゴンになってます。なるほど、フェイスタンプで書いたな。確かに。いきまーす、はい、よーい、スタート。2、1、終了。やばい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 、ペッツやばいぞ。これはジョミリオ君が昔書いたブルーアイスはこれですね。スタンプになってます。これかけてんの。あ、あのスタンプで使うことなくない？いや、めっちゃ使うよ、あれ。あれ一番使ってるくらい。もうすぐつく。あねえ、突発的に笑うなよ。ねえ、嘘でしょ。2、1、終了。これ怒られちゃう、これ怒られちゃう、これは怒られる。よくやってみましょう。これは悪いと思ってる。やばすぎです。これは悪いと思ってる。ちっちゃ、これ初期版のやつですね、これ。嘘でしょ。初期版ブルーアイズですよ。はい、僕こちらです。うわ、うまい。お前これはうまいわ、わかるわ。まあ、特に何も言わずに見ていただきます。はい、せーの。ただ私にいける。これも難しいですね。おお。お、初めてとしさん悩んでる。じゃあ、分かった。早いな。来たの？どっちだ？いや、俺来た。いや、なんか乗ってるから今俺。すごい。いつもないけど。来てるのかな？来たかいない。来たよ。いや、まあまあまあ、はい。おお。あ、なんかどっちも分かってそうだな。せーの。ディザード。ブルーアイズホワイトダボン。分かれた。分かれた。じゃあ僕が行きますね。はい。こちらです。来たー、そっちだー。答えはブルーアイズホワイトダボン。なのが気になっちゃった。そこを踏み取るべきだった。ちょっと早まった。調子乗った。溺れた、これは。めっちゃ別でやん。冷静なのでブルーアイズに決まってた。いや、決まってない。決まってない。そして全然悪くない。え、ジャイジャンが3対2。そう、あー、賢された。よし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 。いや、もう次最終ですね。じゃあどこに出てください。そうだ、もっと他に言い方あるの。せーの、キタロウ。ああ、これはちょっともう一問やりたい。ああ、そうですね。じゃあまた読んでよ。じゃあ今のは無効試合です。はい、無効試合です。バイバーイ。また読んでよ、ちょっと。では、最終問題。はい、銀魂の主人公坂田銀時の顔を描いてください。顔とか体を描いてください。マジか。人ってやっぱむずいな。人系は難しいですね。めちゃくちゃいるからね、競合が。そう、いきます。はい、よーい、スタート。1、終わり。ああ、微妙。やれることはやったぞ。嘘でしょ。あと20秒。大丈夫？急げ急げ。10、9。やばい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 。7、6、5、4、3、2。やばいやばいやばい。1。終わり。やばい。これマジで短髪すぎ。そんなあいつの気だっけ。一番特徴のある髪の毛がまさかのスポーツ変化になった。正解として。そんなだけど。うわ、いや待って、これだ。しまった。そうだ。さあ、最終問題です。よっしゃ、お願いします。せーの、えい。あれ、まさかと。よし、頼む頼む。
あんまり見ちゃダメなんで、あんまり。あんまり見ちゃダメなんで、なんで。どっちだ、いや、なんか、いや、わかるよ。言ってることわかるんだけどね。よく見えない。えぇ、ー、うわぁ出た来たよっしゃいや、顔が相変わらずやばい。いや、これでいいか。いや、かけよう。かける。はい、せーの。銀さん。変身。そっちか。正解は、銀さん。うわぁベタな方だったいや、銀さんだよな。普通は銀さんだよな。これよくそんなさ納得できるねそっちかって。いや銀さんか日村剣心でちょっとなんか最終問題だから尖って日村剣心さんだなって思っとかけだったね。銀さんの顔やばいもん外国人だもんこれ。いやこれは俺が悪いな。いや違う哲也の30秒 FES 寮の5分目で2点差で勝つができましたと。はい、いや今回しかも年の特性かかってこないやつ。まあそうね、ファインプレーありきだからねこれ。まあ今回ね非常に有利な状況の寮が負けてしまったということで、1個だけ僕のお願いを。やだ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 、お願いお願いやだ。個人チャンネルで追いかけ生放送してください。手元へお願いします。手元へ生放送しかも銀さん書いてくださいって言われたら何も見ずに手元を写してこう書いていく。無理。はい、こちら銀さんの生放送。しかもお前さメインチャンネルで言ったらどんだけ人来ちゃうの。嫌なんだけど本当に。マジで見たい。できないんだって。俺が見たいだけだな。そう、また次回の動画と寮の子ちゃんでお会いしましょう。さあ